はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきましょう。前回のお話でなんか別の地球に飛ばされたところですね、マイトガインが出てきましたけれどもまあ俺マイトガイン全然知らないんで語れないっす。じゃあ次第10話進んでいきたいと思います。日本ヌーベルトキオシえヌーベルトキオシティか、警察署応接室。あ、結局警察の厄介になったんだ。カツ丼、やっぱり警察はカツ丼なのか。ミニカの戦闘ロボット、クモさんお待たせして申し訳ございません。あ、遅れてか。大阪って書いてあるし名札か。扇風自重工工場長、青木圭一郎、キャリソンにめちゃくちゃ似てるな。かぶりそうだな役割が。扇風時コンツェルの社長室、すごいね社長室って。ペッテか、お前か。個人資産世界一、そりゃ驚くよ。おお、いいね、ホワイト企業っぽいね。ここは
今ちょっとねブラック企業が多いですからねやっぱり。うちの正体はバレてるんだ。浜田なんていうのこの人すげえ普通だな。すげえな、めちゃくちゃ頭いいんだな。また来たのか。第10話、嵐のヒーロー。ウォルフガングってこいつか。予想してたのと全然違えな。イッヒ。サリーって鉄骨に足が挟まったんだな。足怪我してそうだけどね。噂のマイトガイン。
何、試作型ではないのか。5656って何？5500以下で絶対か。なるほどね。だから撤退する敵はギリギリまで削りましょうっていうアドバイスね。補給って言うけどさ、よく企画があったよな。ディッヒ、ドイツ語だね。イッヒリーベディッヒ、ドイツ語やってたんで、イッヒは私、リーベは愛する、ディッヒはあなたなんですよ。まあ、簡単に言うと I love you っすね。まあ、最終的にはこいつで倒すでしょう。気力を上げてこう。まずはの気持ちで行くぜ。ちょっと待て、少し待て。一発ぶちかましてやる。こんなところで死ぬ気はないぜ。こいつら減ってるね。マイティフォーメーションを使って倒せるかな。倒せなさそうだな。5800は。二度と悪事ができないようにしてやる。連携で仕掛けるぞ、ガイン。了解。頼りにしているぞ、マルト。ロックはすでに完了済みさ。これでとどめだ。結構効いた。降参しても遅いぞ。私の超 AI が危険な予感にとらわれている。まあしょうがない。40% くらいか。それは何回かやってる、当たるな。ちょっと待って、気力上げをしたい。気力上げを。
まずはこれで倒すでしょ。このタイミング仕掛ける。ダメだ、やっぱり勝てなかった。未確認機、忍者。三船、将軍三船。新江戸を新たに作り上げる。古き良き日本の伝統を忘れし愚か者ども。影の軍団。将軍三船。何？また未確認機か。トライボンバー、ガードダイバー、同騎士だな。ボンバーズにダイバーズ。SL の化け物。ロコモライザー。レッツメイクゲイン。これが本物のマイトガイン。そう、その通り。銀の翼に望みを乗せて、灯せ平和の青信号。勇者特急マイトガイン、帝国通りにただいま到着。かっこいいって。
まあ、こっちはこっちに任せとこう。なかなかでもヒットポイントは高いね。ハイドロキャノン、焼き付けてやる。ガイン、ドーリン剣だ。決めこう。セイ。この闇は必ず晴らすぞ。ヒーロー、そもそも何？社長。タックプラス50、いいね。あー、ニュータイプ的なあれか。で、あいつがどれくらいパワーあるかだな。スクリューモジュール的なやつかな。そうするとこいつ結構5100か、いいね。これで倒そう。で、援護をつけよう。マイティスライサー、あ、当たらねえし。正義の力をお前のハートに焼き付けてやる。少し距離があるか。こういう時はマイティスライサーだ。で、こいつはちょっとこいつで攻撃してみよう。ボンバーガントレット、修理しよっか。1900。こいつはもうマイトガイン偉いなんだな。
こいつは特に何も乗らないんだ。将軍らしく自分も戦えって。あとはこいつだな。13,800 か。ここに乗られたらちょっと厄介だからね。 10% アップ、自分が乗ろうで、75使うのはちょっとさすがにきついかな。回復をしよう、先に修理。あれ、そうか、こっちか。で、かつ、直感でいかない。とりあえず、ドリンク剣で攻撃しよう。技を打てるとしてここだな。どれか一応セーブしとこう。結構攻撃力高いな。わからん、誰が作ったんだか本当にわからん。会社はお縄につきな。ミサイルで援護します。俺自身が弾丸になる。逃げようとしても無駄だ。タイミングバッチリだ。5,500 とかだったっけ。ここまでにしておけよ。じゃないとこちらも本気で怒りますからね。ミサイルを手に入れてやる。ですね、ウォルフガング様。そんな時に操縦ミスかよ。逃げられる。だから、まあ、普通にこれか。同輪剣縦一文字切り、トライボンバーになってくるさ。大丈夫、倒せるってことでいいんだよね。平和を脅かす犯罪者は私が相手になる。これで決めるぞ。ガイ、了解だ。ファイト。一文字切り。
なんとかなりそうだな。あとこれだけだったら。これが AI の力とでも言うのか。ミサイルを撃ち破ってですね、ウォルフガング様。ウォルフガング、このロボットを作り出すとは。お手を手を見せてやる。フライオンバーダスクリア。ああ、大金かけて作ったロボットが。また一から出直しじゃ。もう無理です固定しましょう。悪のロボット開発者ウォルフガンク。資金源はどこなの。資金源はめちゃくちゃ金かかるでしょう。いや気づけよっていう。社長の効果いいね。いやでも働き口が見つかったね。いいね。すげえな。
純だな。ヤマトいるんだ。はてなはてなはて。ファクトリーが使用可能になりました。そこから購入、売却、タック、カスタマイズが選択できます。おお、ちょっと覗いてみよう。強化パーツ開放条件、カートリッジ、リペアキット、プロペラントタンクを入手するを達成。ファクトリーで強化パーツ、レスキューユニットが購入可能になりました。右端まで開放する。強化パーツ、プチナインヘルプ、わからんなんだそりゃ。これ何どうすんの。 SP リアライズ、SP の、あ、これはあれか。なるほどね、なるほどね。これって1個ずつ、もしや。味方フェーズ回復5から8か。これ結構いいな。あ、でもこれもいいね。プラスされる形になる。プラスを持ってればさらにプラスか。フォースリアライズ気力プラス2。これ悩むね。めちゃくちゃ悩むね。コストゲイン。20分の1が金になってくると。撃墜数かける10。ダブルゲイン。両方ね。両方もらえるけど少ないよってやつね。これ多分、グレード1で1個だよね。そうすると、リペアライズがいいな。他のグレード効果、精神っていうのもな、5から8はでかいよな。だって2ターン経つと10に対して16でしょ。いや、それはでかいわ。結局精神ポイントって最後の方でめっちゃ使うからな。真っ赤といってな、全員にヒットポイントとエネルギー回復がつくのはでかいよな。超悩む、これ超悩むけど、リペアアライズにしようか。これにしよう。おお、なんか変な症状が出てきた。次も行こう。てかさ、これもステージ4までいけるんじゃん、こんだけタックポイントあれば。まずこれやろう、まずこれ。半分半分っていうことね。まあ、最初だから半分半分でいいんじゃない。で、次。あは、できるか ?5000 あればできるか。記録上昇が上限プラス10。あ、すごいね、これは。クリティカルブースト。ダメージ上昇率 1.4 倍か。それもでかいよね。だからすげえいいのがいっぱいあんね。機体の移動力プラス1。いや、ダメージだな。ダメージだな、これにしよう。クリティカルの場合って、この、なんだっけ、なんとかポイントを使ったクリティカルも効果があるってことでしょ、多分。これにしようじゃん。クリティカルブースト。タックカスタマイズグレード3まで開発。ファクトリーで強化パーツ。ポータブル9。はは、は、もうこれもやっちゃおう、ステージ4。マップ出撃時、味方、SP プラス20。エクストラカウントプラス1。気力プラス10。これね。多分最初の方はね、気力プラス10をやっとけばいいんだけど、後の方でね、激励とかが使えるようになってくるとどうなんだろうな。SP プラス20もでかいよな。
力プラス10かな。よし、これでいこう。もう、まあ、とりあえずこれでいっちゃいましょう。もうタックポイントが一気になくなったな。で、なんかできるって言ってたね。ファクトリー購入か。ファクトリーシナリオ格納庫キャップ。ほんほん、この世界のさまざまな技術、スペシャルパーツを見せてくれよ。無料ではできません。金が必要なのか。皆さんの経験。なるほど、先にこっちを見ろって話だったね。人間そのもの。エースパイロット撃墜数60。ああ、まずありがとう。そうだね、まずありがとうっていうのは大事だからね。第11話レスキューユニット、これも欲しいっちゃ欲しいね。指揮官レベル4、3人。なるほどね。プチナインヘルプ、あ、すごくね。勇気をかけるって、勇気ってさ、確かあれだよね、なんだっけ、熱血もかかるよね。ポータブル9、出撃時にメインパイロットの SP が最大値になる。それもまあ結構いける。あ、この2ページだけか。まあこれはやっていけばなるでしょう。一応売れるっちゃ売れんのか。まあ売るもんは特にないけどね。マイトガイン、移動力5しかないんだ。ちょっとメガブースターラファエルとかに装備させてるけど、どうしよっかな。このまま置いておく。エアアダプターとか海になった時使いそうだけどね。まあいいか。とりあえず、第10話クリアしてファクトリーが使えるようになって、もういきなりグレード4まで作っちゃいましたけど、これは悩みますね、かなり。作っちゃったは作っちゃったけど、かなり有用なものがいっぱいあるんで、まあ、多分ね、一周すればなんかどれがいいのかっていうのは判別はつくと思うんですけど、とりあえずじゃあ第10話嵐のヒーローはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローしていただければ幸いです。